ホセア書第一章ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代、イスラエルの王ヨアシュの子、ヤロブアムの時代に、ベイリの子ホセアにあった主の言葉、主がホセアに語り始められた時、主はホセアに仰せられた。言って、会員の女をめとり、会員の子らを引き取れ、 この国は主を見捨てて、はなしい陰講にふけっているからだ。そこで彼は行って、ディプライムの娘、ゴメルをめとった。彼女は身ごもって彼に男の子を産んだ。主は彼に仰せられた。あなたはその子をイズレールと名付けよ。しばらくして、私はイズレールの地をエフーの家に報い、イスラエルの家の王国を取り除くからだ。その日、私はイズレールの谷で、 イスラエルの弓を折る。ゴメルはまた身ごもって女の子を産んだ。主は彼に仰せられた。その子をロ・ルハマと名付けよ。私はもう二度とイスラエルの家を愛することはなく、決して彼らを許さないからだ。しかし、私はユダの家を愛し、彼らの神、主によって彼らを救う。しかし、私は弓、剣、戦い、及び馬、 奇兵によって彼らを救うのではない。ゴメルはロ・ルハマを血離れさせてから身ごもって男の子を産んだ。主は仰せられた。その子をロ・アミと名付けよ。あなた方は私の民ではなく、私はあなた方の神ではないからだ。イスラエル人の数は海の砂のようになり、測ることも数えることもできなくなる。彼らは、 あなた方は私の民ではないと言われたところで、あなた方は生ける神の子らだと言われるようになる。ユダの人々とイスラエルの人々は一つに集められ、彼らは一人の頭を立てて国々から登ってくる。イズレエルの火は大いなるものとなるからである。